こんにちは。ごきげんよう。今回は私の幸せな結婚12話です。最終話来たね。しっかりとまとめるのが難しくて、なんていうか動揺を隠せないわ。かなり驚いたよね。最初に夢見の力の話と、次に新たの話で、その後帝の順番ね。最後に12話のまとめもあるから最後まで見てね。まず夢見の力が思っていたのと全然違って唖然としたんだけど、私が考えていたのは、ミオだけが夢の中で自由にいろんなことができて、対象の人間はミオの存在には気づかないのかなと思っていたから、清香さんと普通に会話していたのには、あ、そういうやつってなったわ。夢見の力の部分を映像化するのが難しかったんじゃないのかな。いや、だってこれどう見ても宇宙空間じゃない。来た、これをまた使えて嬉しい。わからない人は堀宮12話の感想を見てね。宣伝オッズ、貪欲。宇宙空間にミオが浮いているように見えてしまったんだよね。この黒い丸は何だろう。めっちゃ気になるんだけど。ブラックホール的な。マジでわからないね。現実と夢をつなぐ空間みたいなものじゃないかな。とにかくいつもの和風な感じから逸脱した世界観が受け入れられなくて戸惑ってしまったわ。同じように感じた人きっといるよね。ちょっと戻すよ。その後の急なホラー展開もめっちゃ怖くて、やめてーって思ったんだけど、ホラーとか苦手なんだよね。しかも遅い時間で怖いじゃん。明らかには性ホラー見ている気分になったわ。わかる、震えたわ。そしてクラノトが出てくるところがね。これはミオのトラウマの象徴だね。嫌な思い出と過去の自分との対峙だね。夢見の力は過去や未来にも行けるって言っていたから、ここでサイモリ家での過去の自分に会うのね。この時のミオは清香さんと出会う前の後ろ向きなミオで、今見るとすごい違和感で、それだけ成長したんだなって感慨深かったわ。懐かしい。自信のないミオに前はイライラしていたわ。でも今は清香さんと一緒にいたいという明確な目標があって、それを強く願っているミオがいるのね。この茨みたいなやつは過去の囚われていた自分の比喩だね。ひたすら自分の気持ちを偽って申し訳ございませんボットに徹していたミオが、清香さんと出会ったことによって本当の自分を見つける。いや、成長したねミオ。本当よかったよ。ただ過去を壊してミコの姿になるところまでは良かったんだけど、この頭につけているやつが微妙にダサくて、ダサって言ってしまった。そしてこの夢の中にミカドがなぜか侵入してくるのね。ミカドの分身みたいな。よくわからないけど、これはミカドも夢見の力を使えるってことなのかな。じゃないとここに入ってくるのは不可能だよね。ここは現実世界ではないんだから。二人の前に現れているってことはそうなんじゃないかな。そしてびっくりしたのが、ミオが手をかざしただけで消えていったこと。なんとミオ最強。夢見の力がすごいとは聞いていたけど、これはすごすぎだわ。ミオがチートに思えてきた。それと無事に現在に戻ってきた時の五道くんが、どんだけ清香さんを慕っているのよ。男に抱きつくとか大好きか。思えば五道くん、そんなに出番なかったね。それとさらにびっくりしたのが、びっくりしてばかりじゃない。だって驚きを隠せないでしょ。思っていたのと違くてさ、新たな急な改心は何。お前ミオに執着していたんじゃないのか。二人の結びつきの強さに入り込む余地などないと悟ったのでは。それにしても早すぎないかな。お前の意思はそんなもんか。というかスバケの掟とかどうなるの。全部無視して大丈夫。なんかこの辺りがご都合主義で違和感しか残らないんだけど。そして清香さんが再選を申し込むって言って、いつでもお待ちしていますって言った時の顔、なんてすがすがしい顔しているんだ。改め、何をよきライバルみたいな顔してるの。ウスバケに閉じ込めようとしていたくせに。今までのことなしにしようとするなよ。それではって引き際もあっけなくて、逆に急ないい人に戸惑うわ。あとちょっとだけちょっかい出してきてもいいのよ。まあこんなこと言っているけどね、先週言い忘れてたんだけど、新たが怖い顔してみようと話している時の良平さんのなぜの言い方がたまらなくて、実は新たこの野郎って思いながら良平さんってなってたのよ。どんなキャラクターでも中の人を想像すると燃えちゃって、そのせいで心の平静を保てなくなることがよくあるよね。あるね、ごよとあるあるだわ。それが楽しかったりするんだけどね。そして高い人さんが登場。来た。高い人さんによると、帝は典型をすでに失ってしまったらしいね。典型は簡単に言うとお告げのことね。奥月を暴いたのも帝らしいよ。前に帝に見えるって言っていたやつ、やっぱり帝だったのね。帝がいろいろやらかしているけど、自分の能力が失われて暴走したのかな。帝にとって典型を失うのはとても重大なことなんじゃないのかな。自分のアイデンティティを失った人間は暴走する傾向にあると思うな。高い人さんが罪は償ってもらうって言っていたから、そのあたりは高い人さんに任せておけば安心なんじゃないかな。その後清香さんと自宅に戻ってきて、うなされることもなくなったって言っているけど、これはなぜなの。悪さをしていたのは帝だったからかな。それと夢見の力を完全に蘇させることができたから、このあたりが該当するような気がするね。ミオが夢見の力を完全に自分のものとして使うことができるようになると、過去未来と自由自在に行き来できるし、他人の夢に介入して思考を操作することも可能になるくらい優れた異能だからね。とにかく怖いものなしよ。だから清香さんが張った結界を越えて侵入してくる悪いものなんて、もはやミオの敵じゃないのよ。
そっか、ミオの成長が精神的な部分だけじゃなくて全体的にパワーアップしててすごいわ。ミオのシンデレラストーリーだけじゃなくて成長の物語でもあるからね。ここからは12話のもろもろのまとめを話していくよ。2期決定きたね。発表早い。これ結構異例じゃない？シリーズもので何期も続いているアニメだったら割と普通だけどね。よっぽど視聴率良かったのかな。そうかもね。気になったことがあって、ミオは最後まで清香さんのこと旦那様って呼んでいたけど、いつ名前で呼ぶんだろう？そう言われればいつまでもよそよそしいかも。なんか距離を感じてしまったからさ。あとパーティーのことすっかり忘れていたでしょ。みんなもあのシーンでそういえばあったなってなったでしょ。ミオがすごく綺麗で、その中に可愛らしさもあって、これは清香さんも見惚れるわ。完璧な二人すぎて焼けてくるわ。清香さんのこんな面倒な男と結婚してもらえるだろうか、お正式なプロポーズと認定します。顔のにやけが止まらない。ただパーティーの内容はやってくれなかったので、これにきでやってくれるよね。すごく見たいんだけど。名だたる著名人とかすごい人が参加しているパーティーでの清香さんが見たいので、ぜひにきでやってほしいわ。それと皆さん、誰か忘れていないかな？かやでしょ。そう、あんなにあやねローフューチャーしてきたこのチャンネルとしては、かやのその後を見せてくれることも期待しているよ。これは絶対やるだろうから、早く2期の日程の情報を教えてほしいね。それとまあ時間の制約があるからしょうがないんだろうけど、説明不足感が否めなかったので、2期ではそのあたりをうまくやってほしいかな。アニメにするのも大変だろうし、苦労はあるとは思うけどね。それと設定盛りすぎでちょっと引く時があったので、そのあたりもうまくアニメ化してくれると助かるな。でも全体的に楽しめた作品だったので、見てよかったと思います。それではここまでお付き合いいただきありがとうございました。共感していただけたら嬉しいです。